楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG 外観パースを完成させるの4回目は横長と縦長の出力バッチレンダリングです今回の動画で外観パースを完成させたいと思います完成って言葉はワクワクしますね外壁の色味は真ん中の青色に決めましたではこの私に最後までついてきてくださいね それではレンダリングかける前のデータを見てみたいと思います。私が購入した自転車のデータだったり木のデータなどは配布ができないのでどうぞお許しください。それではマックスデータを確認していきます。今カメラを2つ置いております。1つは真正面から見た前景です。そしてもう1つは近寄った近景になります。あと太陽ですね。 太陽はアーノードライトのディスタントを配置しました。次にレンダリングの中から環境と効果を見てみたいと思います。今バックグラウンドにカラーコレクションと入ってるんですけども、これは HDRI の画像を少し彩度を落としてみました。HDRI は無料のをダウンロードしました。こちらは影が強く出ないものを選んでおります。あとはマテリアルの紹介です。 ほとんどがプリセットを使っておりまして、光沢やマット、そちらを使い分けて色を変更しました。あとはガラスだったり、基礎のコンクリート。こちらはサーフボードを ID 分けで貼っております。そして購入したデータもすべて簡単なフィジカルマテリアルに変更しました。すべてプリセットだったり、テクスチャーを貼っただけの 高度なことは何もしていません。それではレンダリング設定も見てみたいと思いますレンダラーはアーノルドを選択しますレンダリングするビューを固定しますそして出力サイズですね最終はでは幅を3000にしてみたいと思いますそしてファイルの保存先をあらかじめ設定することができますレンダリングが終わったと同時にそこのフォルダーに 保存されます今回は TIFF という形式で、えー、準備しておきましたではまずテストレンダリングでちょっと見たいので小さくしますね次は隣のタブキーアーノルドレンダラーですまずサンプリングレイディプスのジェネラルこのカメラ AA というところですねこれが初期設定3なんですけどこの数値を上げてみます すると上の数値2つがどんどん上がっていきます。こちらがある計算式によって上がってます。あるとは簡単に言うと光が何回反射したかとか屈折したかとかです。そういうの難しくてわからないって方はカメラ AA だけでも大丈夫です。でもほんの少し知っておくと便利ですよ。あとはここのチェックです。アダプティブサンプリングのところです。ここの数値が高いとノイズが消えますが 初期設定の20では高いのでまずは10ぐらいで試してみてくださいやっぱり綺麗な仕上がりがもちろん良いのですがレンダリングが終わらなくて納品間に合わないなんて嫌ですねじゃあまずちょっと3に戻して一度レンダリングしますレンダリングが始まりますとこのアーノルドレンダービューというのが開きますそしてこのレンダリングのダイアログボックスこちらには情報がいろいろと出てます キャンセルしたいときは上のキャンセルボタンを押すと止まりますこのまま続けてみますねそしていいところはですねなんとこのレンダリングの途中で明るくしたりとか暗くしたりとかちょっと調節ができるんですね別のところでもできますこの歯車ボタンを押してください真ん中のタブキーのディスプレイのエクスポージャーが同じになります そして、ポストとピクセルのところは、今回はちょっと説明を省きます。あとはよく CPU のコア数とかスレッド数というところですね。1コアはこの四角ですね。これが重なって4コア、16コアとかって言って、いいマシーンだとパパパパパって言って、あっという間に終わります。はい、終わりましたね。レンダリングが終わってからも録音とかは調節できます。 上のバーですね。この四角を移動してみてください。そして明るくしたのをサンプルイメージで保存します。このテスト TIFF はレンダリングかける前にファイル保存で設定してたところです。では、JPEG で保存したいので0、1、そしてファイルの種類の拡張子は自分で付けます。せっかくなのでもう一つ保存しときましょうか。ちょっと録音を変えて、 で、保存します。今度は同じレンダリングでも、この三角ボタンを押したレンダリングを見てみたいと思います。どういうレンダリングかと言いますと、瞬時にレンダリング結果が表示されます。リアルタイムに表示されるということですね。では、やってみたいと思います。今、えー、三角ボタンスタートしまして、後ろにあるヤシの木を動かしてみたいと思います。 さあ、レンダリングボタンを押さなくても、おー、もう結果が出ております。さあ、横に動かします。おー、結果が出ております。そして、止めることもできます。この四角い停止ボタンを押してください。それでは、アーノルドレンダービューを閉じます。そして、ここのレンダーフレームウィンドウを開くと、こちらはアーノルドレンダービューではありません。 アーノルドレンダービューを表示したいときは上のメニューバーから選択してください。次は前もって作っておきました別のカメラを表示します。外観の近景になりまして手前にサーフボードが置いてあります。このアングルは縦長のトリミングにしたいと思いますのでサイズを変えます。高さの方を高くするということですね。はい、できました。 それではこちらのアングルも外観前傾と同じように保存先も設定してレンダリングしてみたいと思います。はい、同じように調節します。縦長もかっこいいですね。それでは先ほどの横の構図と縦の構図、この2つを一遍にレンダリングしてみたいと思います。メニューバーのレンダリングの中からバッチレンダリングです。 するとこのようなウィンドウが出てきますそして追加というボタンがありますので押してくださいリアングル作りたいのでビュー01と022つ作りましたここは名前を変えることもできますが今回はこのままでいって大事なポイントとしてはプリセットを上書きにチェックしますそしてビュー01の方は幅を800高さを500にしまして 外観正面のカメラを選びました。保存先はこのままでいいですね。そして View02 の方。こちらはプリセットを上書きチェックして縦長にします。幅は500で高さ800。このままでいいですね。そして出力パスもこのままでカメラを外観近景に変えました。これで準備完了です。 それではレンダリングしてみたいと思います。ポチッ。最初はビュー0 1で設定した外観の前景です。次はビュー0 2の縦の方ですね。外観近景の方がレンダリングされました。無事にレンダリングが終わったようです。そして確認します。本当に保存されてるのかなはい、大丈夫でしたね。 それでは最後本番のレンダリングをかけて皆さんバッチレンダリングしてご飯でも食べに遊びに行ってください楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG をご覧いただきありがとうございました